はい、どうも皆さんこんにちは。ピオチキチャンネルウープ主のピオタです。さあ今回も東方位相決やっていきたいと思います。今回はまず一番最初に、募集していたスクールチケットの仲間を加えていきたいと思います。様々な意見ありましたけれども、一番多かったのは、はい、モッコーさんでした。他のキャラクターはね、なんかプラチナと性能が一緒だったり、プラチナの方が英気様圧倒的に強いです確信みたいな感じで来たんで、モコーさん一番多かったので仲間にしていきたいと思います。で、こちらのモコーさんのステータス、まあステータスっていうか技ですね、スペルの方、まあ全体の速度バフに、敵への攻撃速度のデバフで、パッシブが能力減少の反転の能力減少緩和を 100% で防ぐと、まあ多分これ60ですけど強化で 100% になりますね。で、炸裂攻撃の防御ダウン付きと、まあ、あとでかいのは HP、SP の回復付きのやつと、あとは CT 下げられるやつみたいな。そうですね。多種多様なものに対応できるっていう感じになっております。ほんともう速度バフ、バフあって、デバフあって、能力減少は効かなくて。で、HP と SP は回復するわ、CT は削れるわという。まあ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 。すごいバランスいいキャラですけれども、その反面なんか一点強化のキャラクターと比べるとちょっと遜色っていうか、まあなんだろう、強みがそこまでバンと出てこないっていうのもありますよね。では一応仲間に入れましょう。仲間に入りましたね。はい、無事にドンと。髪の毛がちょっとだけ途切れちゃってるのが悲しいところですけれども、まあそこはこちらのねイラストとかのページの方に、外部ページの方にありますので見に行ってみましょうっていう感じで、まあエクストラのあったかはわからないですけれどもね。ということで今回はこちらをやっていきましょう。大岡街道ステージ1を、まずはやっていきましょう。粘属性が6です。ウェーブ1の粘属性6。こういうの好き。なんだろう、敵が一色でやってこっちも一色で迎え撃てるっていうのが個人的に一番好きですね。ではいつも通りこんな感じですね。まあどちらかというと攻撃寄りの編成となっております。そんな感じですかね。速度より攻撃みたいな感じで編成してます。では行ってみましょう。さあどうなるか。大岡街道ステージ1、まずは敵の能力確認。ちびかせんちゃん、TP2 技、威力150、全体攻撃の能力上昇 30% 緩和、全体の速度 25% 上昇の CT ブースト 100% で、あやさん TP1 技、威力150、重列攻撃の自分の速度 10% 上昇、または、威力250の単体攻撃、自分の速度を 10% 上昇で、メーリンさん TP1 技、威力150、重列攻撃の CT20% 減少の、自強化で攻撃と防御を 50% 上昇の、全体の能力減少を 50% 回復と。で、これが、これ、みのりこちゃんで合ってますよね。間違ってたらすいません。たまにね、秋姉妹はどっちだってなるんですよね。多分合ってる。みのりこちゃんとしずはさんに合ったはず。はい。とりあえず、みのりこさんで、TP1 技威力200。重列攻撃の能力上昇 30% 緩和。で、全体の能力減少を 25% 回復の CT ダメージ 100% 防御。さあさあさあ。とりあえず障壁張って、一番最初に倒すべきは CT ブーストで全体の速度を上げてくるちびかせんちゃんですね。多分フランちゃんの、そして誰もいなくなるかによって、なんとかできちゃうとは思いますけれどもね。念には念を入れましょう。でも、それでもですよね。フランちゃんの火力の上昇は基本的にチャージだけなんですけれども。属性エンハンス入れるのは、やっぱり後に回した方がいいですかね。チャージ短期だけだと。その次がね、チャージを切れた後がちょっと弱くなっちゃうんで、安定して火力を
2連続で出すには一番最初に回す方がいいんですよね。おくーちゃんより前に。ではドンと。オッケーです。まあまあまあ、これは許容範囲ですね。オッケーオッケー。残ったのはこれみのりこちゃんですか。結構 HP 残ってますね。では、新しく出てきたキャラクターの能力見ていきましょう。八橋さん TP1 技威力250、単体攻撃の自分の HP が少ないほど攻撃力全体の攻撃を 25% 上昇の、50% エンハンスと。で、これがベンベンちゃんですね。TP1 技威力250、単体攻撃の防御 20% 減少で、全体の攻撃と速度 25% ダウンのエンハンス 50% と。なるほど、これはつくも姉妹ですか。後ろから出てきたのはつくも姉妹。じゃあ秋姉妹もいてよかったんじゃねえのっていう、まあちょっと素朴な疑問ですけど、ただ一人ちょっとはぶられてるのがかわいそうで、CT カットは入れる必要ないですね。誰も溜まってない。じゃあ防御を減らしておきましょう。そしておりんちゃん高速減少入れてからも自分の攻防上昇で、どうしましょう。てか小悪霊復活して定燃費ついてんの。こんなに消費の SP 少なかったか。んー、こんな技だったっけCD 減少効果ついてたっけ。知らないうちにどんどん変わってるせいでわーってなってますね。あとはあのこの闇技 CT50の判定なかったですよね、知ってる限り。見ないうちにどんどん変わってるな。まあでも今後もうね更新はないので、この覚えてる技でねなんとかしていきましょう。さあ能力減少とかはいらないですけど、 HP はちょっとフランちゃん減ってますので入れておきましょうか。炸裂攻撃これで OK です。みのりこちゃん、あれみのりこちゃんの他にごめんなさい、ベンベンさんまで死んじゃった。倒す予定ではなかった。姉妹両方とも仲良くフランちゃんでいなくなってもらおうという考えだったのに、まあ倒せたからいっかっていう感じですね。じゃあ次いけますかね。地属性が6いけそうですね。地属性パーティー、地属性パーティー、地属性いますね。はい、オッケー、いきましょう。地属性パーティーこんな感じです。そうですね、どちらかというとさっきと比べて速度の方にスクナちゃんをアウトして、小悪魔ちゃん入れて速度攻撃のバフの代わりに速度バフ入れた感じとなっております。では行きましょう。さあ敵の能力各2、キクリちゃん TP1 技威力500、全体2回連続攻撃の、能力減少回復の、HP 回復、そして、CD 減少を 100% で防御と。で、ルナサちゃん TP1 技威力250、単体攻撃の防御 20% 減少で、全体の攻撃と防御を 25% ダウンの攻撃時 CT にも 25% のダメージ、マミゾウさん TP2 技威力250、全体攻撃の CT20% 減少、そして、TP2 技の威力300、貫通攻撃の CT30% 減少、それからチャージが 100% と。そいで、もみじさん TP1 技威力150、炸裂攻撃の防御 20% 減少、または、TP1 技威力150の炸裂攻撃防御 20% 減少。属性が地と光でちょっと違うんですね。で、これが 20% 結界ですね。あ、これ 20% 障壁か。まあ、一応 50% のやつとか1回しか発動しないやつを結界、それ以外をね障壁と言い換えております。あんまりね障壁だろうが結界だろうが関係ないじゃんっていう感じにはなりますけれども、一応僕の中ではそういう風に呼んでおりますので、結界やら障壁やらっていうのはそういう感じで使い分けておりますと。じゃあ一応優香さんが一番動いておくと現状有利かな。 CT ブーストもいないんで、小石ちゃんか、いやでも小石ちゃんはあれですね、
後々のものとかも考えると、チャージを残しておきたいっていう気持ちがありますね。使ってないですね。ああ、入れ替えないと。シュガーサテラちゃん交代ミスティックフェイズ。からのクロスチェンジリング。で、終わりかな？終わりですね。はい。大妖精ちゃん、ゴー。さあ、まずは優香さん、宵闇小町。で、全体攻撃のついでに攻撃。速度も上げての、優子様は、デバフをまずかけてからどうしましょう。速バフも撒いておいた方がいいですかね。速バフじゃない、速とデバフか。で、戦争チェリーブロッサム。まあ、結局回ってきちゃったか、小石ちゃん。まあ、スーパーエゴのチャージも入れておきましょうか。どうせ溜めてても意味ないですからね。ああいうこと、後ろのキャラクター引きずり出すのが変に動かれるよりもいい気がします。さあ、これでぴったり出てきましたね。後ろから出てきたのはチビスイカちゃん。 TP 茶材力150、全体攻撃の能力上昇 10% 緩和、そして CT 防御が 100% で、チビユギさん TP 庭材力400で、連続3回攻撃の CT ダメージを 100% 防御。はい、ごめんなさい、ちょっと録画がね、途中で止まってたっぽいので、ちょっとどこまで説明したかあんまり覚えてないですけれども、一応確認してきた感じ、ここのキャラクターの遊戯さんの説明を終えたあたりぐらいから再開しているという認識でさせてもらいます。では、とりあえずまずは大妖精ちゃんで動きましょう。誰もデバフは防いでこないですね。あ、今防がれたな、思いっきり。誰だ防いだの？ん？誰だ防いだの？違う、効果がないだけか。もう下げに下げられまくっちゃってるんだ、キクリちゃん。オッケーです。じゃあ、この形でキクリちゃん以外のやつでやって、まあ HP と SP 吸収はいらないか。フラワーシューティングで、そうですね、チビユーギさん上げて CT50 攻撃なんで、最短でやるにはこの動き方がいいですかね。で、これはモミジさん単体で倒しておいた方がいいですね。さあさあさあ、ここから全体攻撃。チビユーギさんが落ちてからのレインボーミスト。下げられるものは何でも下げていく。そして CT は、あ、でもこれ CT 効かないんだよな、確か。CT 削り効かないから、これはチビスイカちゃんに一応速度ダウンを上げておきましょう。まあ、ほぼほぼ食らってないと思うか、食らってなかったぐらいのレベルですけれどもね。さあ、これは TP 削っていきましょう。動かれるとね、動く可能性は低くても動かれると厄介なんで、削れるキャラが削るのが一番ですね。で、攻撃で OK です。いや、優香さん強いな、ほんと。速度上げて攻撃によって速度も上がるんで、高速周回可能の、全体で SP とか HP も回復できるんで、耐久も高めのっていう、この木属性の、木じゃない、粘属性の優遇されようがすごいですね。まあ、大妖精ちゃんは、個人的に気に入ってるだけっていうのもありますけれども、まあ、このスキルが個人的に好きなんですよね、これ。この速度増加がかなり早いので、4回やったらもう0の状態からでも2倍になるっていう、この素早さ。が好きな点ではあるんですけれども、その他、小石ちゃんも自動で SP 回復しますし、優香さんも自動ではないか、吸収技使えますし、優子様も吸収技使えますしで、まあ、現状そうですね、下2人のメイン3、4にいるこの2人は高耐久、高火力みたいな感じになってますからね。強い。そして TP も削れるっていうね。はい、まあじゃあ今回はここまでといたしましょうか。まあラスト
今回仲間に入れたキャラクターはこのね、すごい恥じらっているスクールのモコちゃんでございました。はい。はい。ぜひね、皆さんも仲間にしてみてはどうでしょうか。ということで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。